はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日解説する、ユナイテッド航空2885貨物便墜落事故は、1983年1月11日、ユナイテッド航空2885貨物便がミシガン州デトロイト空港を離陸直後に墜落した事故よ。3名の操縦クルー全員が死亡したわ。離陸直後に墜落したのか、原因は何だったんだ？NTSB 米国国家運輸安全委員会は事故原因をパイロットエラーと結論したの。では、解説していくわね。ゆっくりしていってねー。3名のクルーが死亡か、貨物便だから乗務員が少なかったんだな。そうなの。事故機はマクドネル・ダグラス社のダグラス DC-854F よ。どこからどこに行く便だったんだ？まず、イリノイ州シカゴ・オヘア国際空港を1983年1月10日22時15分に離陸して、オハイオ州クリーブランドに飛行したの。クリーブランド・ホプキンス国際空港を出発して、経由地のデトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港には、1時52分に到着したわ。遅い時間だな。荷物の積み下ろしと燃料の補給を行った後、2時51分に最終目的地のカリフォルニア州ロサンゼルス国際空港に向けて、離陸を開始したの。デトロイトからロサンゼルスまで行くはずだったんだな。離陸滑走の後、足が滑走路を離れるまでは正常に見えたの。でも直後に姿勢が機種上げ課題となり、エンジンのサージが発生してしまったわ。霊夢、エンジンのサージってなんだ？ジェットエンジンなど圧縮機を持っている機器が圧縮機の失速、後段の圧縮空気が前段に逆流するなどによって正常に機能しなくなる現象のことよ。エンジンスタートの時など、低回転時に起こりやすいの。圧縮機内の空気の逆流現象なんだな。次第に右にロールし、ついには高度1000フィートで90度バンク状態となり失速、急速に高度を失い地上に激突、衝撃で爆発してしまったのよ。原因はパイロットエラーって言ってたけど、なんでこんなことになったんだ？TSB の調査で原因がわかったわ。デトロイトでの貨物積み下ろし中にコックピット内の会話で、機長が副操縦士に対して、セカンドオフィサーと席を代わって離陸操作をやらせてみないか？って提案していたことがわかったの。セカンドオフィサーに操縦させるのか？それ、規則違反なんじゃないのか？そうよ。これは FAA の規則及びユナイテッド航空内規に反してた。でも、副操縦士はこの提案を受け入れちゃったの。副操縦士も、なんで受け入れるんだよ。当のセカンドオフィサーも、初めは乗り気じゃなかったの。でも、結局、離陸タクシング中に席を代わったのね。本人もその気がなかったんだな。実は、このセカンドオフィサーは能力的に問題があったの。事故の4年前の1979年6月に DC-8 の副操縦士になる訓練をしたけど、訓練官による能力評価が今一つで、2ヶ月後に訓練中止となっていたの。訓練中止するくらい成績が悪かったのか。また1980年2月には、再びボーイング737で副操縦士訓練を開始したの。でも、ここでも能力が不適切との評価が下されたわ。なんか、嫌な汗が出てきたぜ。訓練官は訓練態度は真面目でいい。とても一生懸命だ。だが、副操縦士としての訓練を1年しても通常の進歩が見られないとのコメントよ。通常の進歩が見られないって、これは完全に職業選択の不一致だな。その後の歩行も受講したんだけど、結局不合格。最終的には、会社との間で今後はパイロットへの昇進を諦め、ずっとセカンドオフィサーを続けるということを合意する文書に署名していたわ。自分がセカンドオフィサー止まりということは、分かってたんだな。事故調査に際して、ユナイテッド航空の他のパイロットたちも、回送便や貨物便において席を代わって、セカンドオフィサーに離陸や着陸を行わせていることを認めていたわ。まあ、結構あることだったってわけね。だけど、事故を起こすような航空機の操縦に向いていないセカンドオフィサーはいなかったのか。そうね。みんないずれはパイロットに昇進できる人たちだった。それにしても、離陸時の機種上げはどうしてだったんだ？そうそう、離陸直後に極端な機種上げ姿勢になった直接の原因ね。スタビライザートリムが極端に上昇側に設定されてたの。これを知らないセカンドオフィサーが操縦桿をいつも通りに引いたのよ。トリム設定は誰がしたんだ？副操縦士よ。トリム設定は通常、着陸後にクルーがリセットするけど、し忘れてたのね。この副操縦士は、時々リセット忘れをするということが報告されていたわ。副操縦士による、ポカミスがあったんだな。それから、突然、席を変えたことによる混乱で、離陸チェックリストの実行中にトリムの状態を確認することができなかったわ。なおかつ夜間の離陸で、目視できる目標物もなく、経験の乏しいセカンドオフィサーはすぐに修正ができず、計画課題により吸入空気量が減少してエンジンをサージさせてしまったの。このセカンドオフィサーには荷が重かったな。サージして、エンジンが火を吹いているのを地上から目撃されていたわ。その上、バンク課題状態ね。でも、
機長が横から割り込んで修正できなかったのか。セカンドオフィサーが操縦桿を強く握ったまま固まってしまって、機長側からいくら力を加えても修正ができなかったのではないかと推測されてるわ。そうか。とにかくセカンドオフィサーに離陸操作をさせるという機長の判断がこの事故の最大の原因だぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。